ぐらいオーバーしてしまいましたけれども、これからつながりぬくもりプロジェクト、説明会を開始をさせていただきたいと思います。私は今日の進行とそれから最初にちょっと最初の説明をさせていただく竹村と申します。環境エネルギー政策研究所の顧問で、このプロジェクトの事務局長でございます。で、最初に10分ぐらい私の話をさせていただいて、その後この東日本大震災と自然エネルギー政策、そしてビジネスチャンスというテーマで、環境エネルギー政策研究所の飯田哲成所長の方からお話をいただきます。でその後しばし質疑応答の時間を取らせていただいて、その後に各このつながりぬくもりプロジェクトのですね、太陽光とか太陽熱とか、それぞれについて、そのチームを引っ張っているそういう方々がいらっしゃいますので、その皆さんから簡単に報告をしていただきます。で最後に、この被災地からですね、宮城県の、宮城県漁協の志津川支所、運営委員の、後藤さんからですね、今日わざわざちょっとおいでいただきましたので、お話をですね、地元の状況、それからこれからの、被災地のですね、課題、そういったことをお話をいただきたいというふうに思います。それでは最初に、私の方からちょっと簡単にこのつながりぬくもりプロジェクトっていうのはどういう、プロジェクトかというお話をさせていただきます。最初にタイトル出ておりますけれども、被災地に自然エネルギーを支援する、そういうプロジェクトで、東日本大震災で、非常に大変大きな被害が、発生をしました。でほとんどのインフラが、破壊されてしまって、電気ももちろんガスも、水道もそういったものが全く使えないというそういう、環境になってしまった。でそういうところにですね、私たちが、できることは何かということで、食べ物とかそれから医療品とか、そういういろいろなものを届けるということもあったわけですけれども、実際にその被災地の中で太陽光発電を設置をしたり太陽熱温水器を設置したりしていたそういうその、NPO とかあるいは地域の中小企業の、方々とか、そういう方がですね、もういち早く、こういう時に一番すぐに使えるのが自然エネルギーであると、インフラがなくても電気が使える、それから熱が使える、今それを届けなくてどうするんだということで、もうどんどん動き出されていた。で、私どもの方ではですね、まだそういうことをどうしたらいいかなというふうな状態の時にですね、もうすでに地元では動いているよというそういうそのお話が来まして、で地元で動いているけれども、その動いている中小企業の人たちで持っているパネルは多分、1件分とかですね、そのぐらいしか余分はないと。でそれに対してもっと、大きな支援ができるようにするためにはたくさんの、パネルを持っていったり温水器を持っていったりそういう支援が必要ではないかなということで、今日後で話をされる、自然エネルギー協同組合のレクスタの桜井さんの方からですね、企業にその応援を頼もうということで、太陽光発電 そのパネルのメーカーさんとか温水器のメーカーさんとかそういったところにお願いに行って、まず支援する資材、物資そういったものをですね、集めるということを、始めました。でそれと同時に、それを設置するための、人間、それから、パネルはあってもそれをつなぐためには、電線がいる、あるいはそのパワーコンディショナーがいる、そういったものをその調達するためにはお金がいるということで、寄付を集めるというそういう仕組みを作りました。でそして、開始されたのが、確か4月の4日だったと思います。地震からですね、まだ一月経たない段階で、スタートいたしました。で、被災地ではですね、こういうふうに今ホームページに行っていただくと、どのぐらい その設置をしたかということがその出ております。で集まった金額が今5724万というのが出ております。でこういうそのページがその見て、
ていただけるんですけども、これも細かいから見えないと思いますけれども、太陽光発電で123箇所の設置を行いました。でそれから太陽熱の温水器で63台、それからバイオマスで、まあ、4件ですけれども、バイオマスの場合ちょっと1つのものが大きいですから、お風呂を、バイオマスのボイラーを、ね、2台設置をして、お風呂を提供するということをそのやっています。で、例えば設置場所ですけれども、志津川湾のこの突き出た、まあこちらの方に市街地があるわけですけど、そこがもう、完全に壊されてますから、電気そのもののつながっている大元が断ち切られた、完全に陸の孤島みたいな、そういうふうになっているところに、まあ、地元の NPO の人とかですね、いろんな方が入っていかれて、もう最初はどこに人がいらっしゃるかわからない、そこをその探しながら、太陽光発電のその設置をここにできますよということで、一軒一軒こう当たりながらつけていくっていう、そういう作業を、行いました。で、事例ですけれども、まあ、大体その、こういうその3種類なんですけれども、太陽光発電と太陽熱温水器、それから、バイオマスのお風呂です。で太陽光発電に関しては、あの大きさで大体400、ワットです。普通その一般家庭につけているものは3キロとか4キロとかそういう大きさなんですけれども、そんなに大きいものではありません。そういう大きいものをつけて、実際にそれをその、例えばバッテリーに貯めるとかってなりますと、そのバッテリーが非常に高いものになってしまいますから、だいたい400ワットを、貯められる、そういうそのバッテリーとセットで、これをつけていく。そうするとその照明がつく、パソコンが使える、あるいは携帯電話の充電ができる、そういうその最低限の生活を支えることができる。それからその太陽熱温水器は、こういうふうに地べたに設置をしてあります。でなぜ地べたかというと、最初は水道が来ておりませんから、水をこの上から人間がこうザーッと入れなければいけない、水を汲んできて、そういったことでこういうその、下への設置になっています。これでも、入れることで、まあ、40度ぐらいのですね、そういうお湯で茶碗を洗ったりとか、そういったことができるようになります。それからこれは大槌町というところで、バイオマスのお風呂を提供しているところですけれども、だいたいこれで人ぐらいのそういう人たちがそのお風呂に入ることができる。でこれも同じような設置ですけれども、こういう形、非常に簡易式の、まあ、いわゆる木で組んだそういうその、ものの上に太陽光発電をどん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 設置していく、そういうその、形で進めてきました。で、このプロジェクトが目指すもので簡単にこう書いてありますけれども、皆さんの手元にもありますので、まあ、見ていただいて、短期、中期、長期というふうになってまして、短期はとにかく救済ということで、電気のないところに電気を届けるというところで、やってきました。ガスのないところにお湯、お風呂、そういったものを届けるということでしたけれども、中期、今中期に大体入ってきてます。で、ほとんどの方が仮設住宅に移られ、まだこちらのところはいろいろとあるんですけれども、中期の段階に入ってきて、そうするとその仮設住宅への、支援、あるいはその、少し地域でのですね、この先の、そういう街づくりとかそういったことへの支援というのが、こう目に見え始めています。そして長期はですね、さらに、本格的に街づくりの中に、この大きなインフラがいらないですね、自然エネルギーをその入れていくっていう、そういうもう少し、長期計画ですね、そういったそのものがその入ってきます。で、そういう中で今私たち の, そのまだ目の前にはですね、設置場所候補がたくさんありまして、これも、まあ、ホームページを見ていただくとこういったものが並んでるんですけど、太陽光発電でなんと345箇所、太陽熱で96箇所、バイオマスで3箇所ですけれども、このバイオマスは3箇所といっても、バイオマスのストーブを、提供するということなので、そう本数としてはもっとたくさんありますけれども、そういったものがあります。で、それをですね、まあ、ちょっと数字にしてみたものがこれですけれども、まあ、今までご提供いただいたものはこういったところ、こういう企業さんからいただきましたというのが、並んでいます。そして設置した、設備の費用の方ですけれども、太陽光発電で、大体2932万、太陽熱温水器で2059万、バイオマスで325万、合計5316万になっています。
でこれまでの寄付額が5700万円ですからほとんどすべて、もう投じているというそういう状態です。で、だけれども先ほど言いましたようにまだすごい量のですね設置候補、私たちがやればやるほど次々にニーズが見えてきてしまう、あるいはそのいろんな人たちから、ここも、設置をしてほしい、で特に、仮設住宅が始まりましたから仮設住宅への設置っていうのはもう数が多いですね。ですからどん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 そういう意味で言うとニーズは大きくなってきているというそういう、感じです。で太陽光発電に、なりますと数字で1億を超えています。それから太陽熱温水器で、これが240万円バイマスで、30万円、これがですね当面目の前にあって、設置を待っている、そういうその状態です。でさらにこの次にまた設置をしていくと、次々にまた必要なニーズというのが、広がってくるというふうに思っています。それで、今日は、この報告会を、開催させていただいて、状況をですね、少し、つぶさに知っていただいて、皆様のご協力がいただければということで、開催をさせていただいたという次第です。ちょっと今から、環境エネルギー政策研究所の飯田所長の話を、聞いていただいて、で、この自然エネルギーのその未来ということと、それから自然エネルギーがこの東北地方をですね、これから、支えていく、あるいはその復興をですね、作っていく、そういったことへのですね、皆さんの協力ということを皆さんの会社でのですね、協力ということをぜひちょっと念頭に置きながら、考えていただいて、今日これ全部終わりましてから、面談といいますかちょっと個別のお話の場というのを、作るようにしておりますので、そちらでもぜひご協力の話をいただければというふうに思います。それでは私の話以上で終わります。どうもありがとうございました。それでは飯田さん、はい、よろしくお願いします。そっちでやるんですか、うん、ケーブルをお願いします。これは外すの、環境政策研究所の井戸です。東日本大震災と自然政策ビジネスチャンスということで、スライドは大体いつもと同じような話なんですが、後半少し東北のデータを入れてます。で、やはりまずはこの東日本大震災津波、そしてそれに歴史的かつ地球規模の原発震災が重なったということで、少なくとも日本にとっては明治維新とそして太平洋戦争に次ぐ第三の転換期に、ならないといけないと思いますし、なるだろうと、あるいはしなきゃいけないというふうに思うわけですが、もう一つの第三というのが広島原爆8月6日とで、長崎原爆3日後の8月9日とで311放射能を大地に降らせたのは我々自らの手であったということからもですね、エネルギー転換しなきゃいけないということで、政府の方はまだはっきりとした姿勢は出ていませんが、脱原子力依存という、言葉でどこまで原子力の依存度を下げれるのか、あるいははっきりと原子力離脱できるのかっていうのはまだ議論が始まったばっかりですね、非常にいかにも遅いというか
中途半端なあの政府ですけども、明日も総合エネ庁で明日私がプレゼンするんですが、まあ、そこでもちょっと、まあ、このペーパーの一部は使おうと思ってるんですけども、まあ、もともと私原子力を中でやっていてですね、特に原子力安全委員会の下仕事をやってましたから原子力安全委員会の仕事というのがいかにあの中身が空っぽかということはですね身をもって、知ってまして、で、まあ、今回その空っぽさぶりというのが原子力村の内側のインサイダーだけではなくて、まあ、日本中というか世界中の人が、まあ、目の当たりにしたわけですね。で、あと数日前に外務省の人となんか立ち話してきたら、日本の政府の中身が空っぽなのは今までアメリカ政府しか知らなくてですね、それを利用してキャッシュディスペンサーに利用してたんだけど、今や世界各国政府が知るようになったという、まあ、別の側面もありましたが、少なくともですね、原子力の専門家がその全くその危機意識もですね、当事者能力も当事者意識もなかったっていうのは、まあ、特に このペーパー1枚でいつも私説明してるんですが、こう地震が3.11起きた日のですね、夜10時35分ですね、で私はこの日ドイツにいてひたすらインターネットで情報を、探っていたんですが、で4時半からですね、16時30分から、まあ、官邸に4時過ぎにこの緊急災害対策本部が設置されて、16時30分からこういうペーパーが官邸のホームページに30分もしくは1時間おきにアップされるようになってですね、でその夜10時35分というちょっと中途半端にこの5分がついているのが印象的なんですが、にこのペーパーが官邸の中でアップされて、 でこれを見たときに非常にその驚愕の事実が書いてあるんですね。その、東京電力の福島第一原発の緊急対策室から、まあ、おそらく保安院に届けられて、そして官邸に届けられてアップされたという情報で、実際には十数ページのメモの3ページ目にあって、で今でも官邸のホームページにありますこれで、その2号機の、有効燃料帳部到達予想21時40分という、何が到達するかというと、圧力容器の中で水位がどんどん下がっていって、その水位が核燃料ウランペレットのよりも水位が下がるという、ですから、水からむき出しになるなっている可能性が高いのが1時間21時40分というと、地震が起きた日のこの情報の出る1時間前ですね、9時40分にもう核燃料が自ら出てむき出しになっている可能性があるという報告が東京電力が来て、でそのままでいくと、その1時間というか、まあ40分後ですね、22時20分つまりこの報告のある15分前に、炉心損傷が始まっているんじゃないかと。で炉心損傷は英語で言うとそのままメルトダウンなんですね。実際に公式に政府と東電がメルトダウンしているということを、まだ1号機だけですが、認めたのが5月12日ですね。でも地震が起きた日の7時間50分後には官邸自ら公開しているホームページの中でメルトダウンしている予想していると予想されるというのは実は当日のうちにあったと。で、その23時50分、1時間15分後には圧力容器が破損する、いわゆるメルトスルーが1時間後に起きると。で、まあ、官邸には当時、まあ、まだらめさんをはじめとして、あるいは近藤原子力委員会委員長をはじめとしてですね、少なくとも原子力の専門家、しかも責任のある立場の専門家の人たちが何人かいたはずなんですが、この情報を見ても、その特にまだらめさんは YouTube にも残ってますが、その
水素爆発が翌日の3時36分に起きるんですが、その直前まで水素爆発が起きることがないと断言していたんですね。で、メルトダウン、まあ、実際にメルトダウンしたのはこれは翌日の朝だというふうに推測されるんですが、奇跡的に水位は平行状態で下がなくて、翌日の朝になってまた水位が下がってメルトダウンというかですね、燃料が露出したのは朝になってからだというふうに水位計から予測されるんですが、少なくともこの情報を見たらメルトダウンじゃない、いや水素爆発とかですね、それどころかもっと深刻な水蒸気爆発、あるいは、運悪く核燃料の配置が悪くてですね、臨界超過もう重なってすごいエネルギーの水蒸気爆発とか、もう、どこまでも恐ろしい事態が予想されるんですが、これを見て水蒸気爆発も起きないと、断言をした斑目さんをはじめとしてですね、あの人たちは一体何なんだと。で、実際に、この10時35分の直前9時過ぎに、3キロ圏内退避というのが出ていてですね、で翌日の朝5時40分に10キロ圏内退避ですね。で水素爆発が起きてからようやく20キロ圏内退避ですけれども、覚えておられる方も多いかと思いますが、アメリカは自らその、NRC が、炉心溶融したケースを手計算でシミュレーションして、50マイルすなわち80キロ圏内退避というのを翌日出しているんですね。でまるでそのなんというかこう、危機に対する当事者意識が違って、実際に水素爆発が起きて20キロってここですからね。そのでこの大熊町とか双葉町から実際にこの飯舘村の方向に逃げて、その後もマスクもせずに、沢の水を飲んだり、沢の水でおにぎり作って子供に食べさせたりとかですねしてるわけですね。でアメリカ政府がやった80キロ圏内とここですから、まあ放射能の飛散でいうとかなり桁が違っていて、でいかに日本の原子力村、まあ、官邸の政治家の責任もありますが、少なくとも原子力村の専門家が全く役立たずだったということはもうはっきりと証拠に残るんですね。で、まあそういう人たちから、まあ、やる原子力っていうのはほとんど、まあ、これからまだなんか政府でははっきりしてませんが、やはり原子力はいかに早く減らしていくのかという、ことを固めなきゃいけないというのがこれからの、まあ、脱原発依存ではなくて、やはり脱原発というところをいかに加速するかということが必要かと思います。で、かといって化石燃料に頼れるかというと、化石燃料はまあ、そもそも地球温暖化問題があって、脱化石燃料というのをずっとこの間政策の目標としてやってたわけですが、もっと直近ではやはり化石燃料の輸入というのが非常に大きな経済的なインパクトで、10年前、98年には5兆円、これは石油と石炭と天然ガス3つ合わせて5兆円の輸入額が、2008年には23兆円になってですね、で2009年は15兆円、2009年が15兆円、2010年が18兆円で、今年はまた20兆円突破するというふうに言われてまして、ね、まあ、一番大きいのはもちろん石油なんですけれども、天然ガスも石炭も価格が石油に引きずられて上がっていて、でその裏返しとして貿易収支も悪化をするという、まあ日本経済にとってはお金の面だけで見ても踏んだり蹴ったりで、それに加えて温暖化対策もあるということで、やはりその、脱原子力および脱化石燃料と、この2つのことをですね同時達成する、ということがやはり改めて必要だと、どうかと思います。でまあ、幸いなことに人類史第4の革命というですね、自然エネルギーが爆発的な普及期に当たっていて、上から風力、太陽光、原子力で2001年から、とりわけこの2004年からですね、
この累積ではなくて毎年毎年単年度の自然エネルギーの増え方が地球レベルで、風力が増え方が増えると、太陽光も増え方が増えるというですね、そういう状況になって、で原子力はむしろ2009年とかあるいは2006年とかですね、2008年もそうですね、原子力ルネサンスとして、日本は浮かれてましたけど、実際には原子力は、地球断面で見るとですね、新しくできるものよりも閉鎖されるのが増えるようなそういう状況になってきて、で、特にこの増え方が増えるっていう現象によって風力太陽光ともですね、いわゆる量的にボリューム的にすごく大きなインパクトを与えつつ、あって、風力は過去5年間だいたい平均毎年 30% 市場が拡大して、去年はちょっと横ばいだったんですけども、で太陽光が平均毎年 60% 市場を拡大して、去年は、ちょっとオーバーシュートして 100% 倍増しました。市場の大きさが前年比倍増ですね。で風力発電が去年の暮れで、1億9300万キロワットで累積でですね、で原子力が3億7000万で原子力の半分までやってきたということで、で太陽光は4300万キロワットで、風力のまださらに4分の1ぐらいですけれども、この増え方が増えるペースによって、地球レベルでのエネルギーの供給のオプションとして非常に大きな役割をですね、急速に果たすように、なることが期待されているということで、この売買ゲームで増えるというのは、昔千利休が秀吉に褒美をやると言われて米粒でいいと言われてですね、将棋 のマスの最初のマスに1粒、次のマスに2粒、その次のマスに 4粒と倍々に増やしていって、なんだそれだけでいいのかと言って数えていったら、最後のマスにはもう乗り切らないほどの、日本全体の米を集めてももう乗り切らないほどになると、そういう話もありますし、昔成長の限界っていう、1972年に出たローマクラブの本ですね、あの中に出ているエピソードですけど、広い池があって、その中に水草がある日ポコッと生えてきて、で毎日倍に広がっていきますと、で30日かかってその水草が半分まで、池の半分まで来ました。で残り半分を埋めるのに何日かかるでしょうという謎謎が書いてあるんですけども、それまで30日かかって半分ですが、残り半分はあと1日で埋まってしまうと。で風力発電が、その風力発電元年というのがデンマークとそして、カリフォルニアで風力発電が普及が始まったのが、1980年だとすると、ちょうど30年かかって原子力の半分まで来たんですね。でさすがに水草みたいにあと1日で原子力を追い越すことはないんですが、だいたいこのペースでいくと、3年は無理にしても5年でだいたい風力発電は原子力の設備容量を追い越すと、発電量ではないんですが設備容量を追い越すと。で太陽光はさらに 60% の増え方なので、その5年後にはひょっとするとその風力が原子力を追い越すよりも先に太陽光が追い越すかもしれないというですね、そういう増え方になってですね、先の市場のことなので、そこから先は占いというかですね、未来予測の話なんですが、少なくともこの売買ゲームで市場が拡大する一つの要因は なぜかというと、政治と政策の力で市場がどんどん拡大しているということですね。FIT と書いてあるのが、いわゆる自然エネルギーの固定価格買取制度とで、ドイツが1990年に入れたのが第1号で、それからデンマーク、スペイン、そして、抜けてますがインドとかですね、あるいはドイツは2000年に大幅にそれを拡充して太陽光も普及するような制度に見直して、で一番最近では中国が2006年に導入して、もう売買ゲームでどんどん広がっている。
まあ、このグラフは累積なんですけれども、一旦そのしっかりとした制度を入れるとですね、市場が、まあ、堅調にその国で、あるいはもしくは州というレベルもありますが、堅調に広がっていくと。で、その政策を導入した国が今年の夏までですね、世界で87カ国、もしくは州を含めて、地域ですね、87カ国地域で、日本が8月26日に、前の菅さんが自分の首をかけて成立させたのが8月26日で、日本は、まあ、四国令状7ですね、88か所目ということで、来年から日本は大きな市場になる可能性があるということですね。で、太陽光発電、これちょっと映画のままでいつもあれなんですけど、昔は日本が2003年までは小さいながら一番大きな市場、赤が日本で緑がドイツで、あっという間にドイツに逆転されて、ドイツは去年1年で740万キロワットですね。で、設備容量でいって、原発、中型の原発7基分、発電量で見ると、まあ、1.5基分ぐらいかもしれませんが、まあ、それでもそれだけの太陽光が1年でできるという規模になっているというのはすごいですね。で、日本はドイツに抜かれた後、市場が小さくなり始めたんですが、おととし民主党が政権に入った年、2009年からですね、V 字回復をして25万キロワットだった1年間の市場が60万になって100万になって、で、今年はこの今動いてる今年の年度は150から200万になるというふうに大体予測されています。で、なんでこんだけ増えたかというと、その自民党の最後の年に、まあ、かなりやっつけで作った、いい加減な、もう本当にいい加減な中途半端な制度ですね、ひょっとしたら皆さんも導入されてるかもしれませんが、余剰電力買取制度というですね、一応固定価格買取制度の一種ではあるんですけども、対象が家庭用の太陽光だけで、しかも中途半端に余った電気だけで、しかも10年しか買わないので、10年後、10年だけではなかなか元取れない、どっちかというと損をするというですね、そういういい加減に制度設計した中途半端な制度でも倍々で増えて、今年はひょっとしたら200万になるかもしれないと。で、来年からはメガソーラーとか、その大型太陽光が対象になりますから、まあ、これからの事業の進捗次第ですが、ひょっとすれば、まあ、今年200で2012年のカーブというのは、ひょっとしたらドイツを超えて、500万から1000万の間ぐらいになるというふうに大体言われてますので、まあ、風力も10倍ぐらい、220万から200万キロワットぐらいになるんじゃないかというふうに、というほど、この政策というのは非常にインパクトが大きいと。で、この政策が入ると、順調にいけば、これまでドイツが10年間経過した数字を日本は後追いできるかもしれないと。で、ドイツは10年前に、政策を抜本的に見直したときに、自然エネルギーの電力の比率が6%だったんですが、そのうちの4%はもう増える見込みもない水力ですね。日本は今9%で、8%が大規模水力なので、非常によく似てるんですね。で、新しい増える可能性がある小規模分散型の自然エネルギー、まあ、当時は風力と、あとバイオマス、これが2%で、4たす2で6%。で、これをドイツは当時、欧州連合にその6%を10年間で倍の12%にすると報告をして、で、産業界、電力会社はそんなのできるわけないというふうに、まあ、当時の緑の党と社民党の連合政権を、批判したんですが、でも実際に蓋を開けてみると、6%が去年の暮れで17%。2倍どころかですね、ほぼ3倍近い、17%になって、差分で見ると11ポイントアップですね。で、これからの10年で35%から40%にするということで、今度はこれまで11ポイント増やしたのを、今度はおよそ20ポイントぐらい、18ポイントから20ポイント増やすという、まあ、増え方が増えるという効果はここでも、あってですね。
で、菅さんがドービルサミットで言ったのが 9% を 20% に、まあ、11ポイント上げるという数字はドイツがこれまでの10年に達成した数字なんですね。で、これまでに 10年ドイツが達成した数字を日本がこれからの 10年もう切っちゃいましたけど、10年達成できないはずはないのでですね、まあ、ちゃんとそういう目標値を掲げるべきではないかというふうに思うんですが、他にも自給率の向上、二酸化炭素の削減、これはまあ電力だけじゃなくて熱も全部含めてドイツの CO2 削減の効果の半分、ドイツはすでにマイナス 22% を達成してますが、その半分が自然エネルギーで、産業経済5兆円、雇用が37万人、これは石炭、鉄鋼の雇用の、足で石炭と原子力の雇用を合わせて7万人の5倍以上で、地域の活性化とお金のグリーン化と。で、すでにドイツは18基のうち8基を閉鎖して、原子力の比率がもうちょっと落ちて 10% まで落ちてますね。で、自然エネルギーは今年に入って 20% と突破しましたので、自然エネルギー電力はすでに原子力の倍発電して合わせて 30% ですから、十分に発電力として主力を担いつつあるということですね。で、第4の革命の第4の革命と言わしめている最大の理由は、とにかく経済的なインパクトの大きさで、2000年には1兆円に満たなかった市場が去年で22兆円と、10年で20倍に増えてですね、これから10年でさらに10倍増えて200兆円になるのではないかというふうに言われています。で、この市場が、まあ、フィードインタリフを入れてなかった日本は、まあ、完全に出遅れて、世界のトップ3が1位が中国で5兆円ですね、2位がドイツが5兆円と、で3位がアメリカ3兆円で、日本はずっとランク外、トップ10に入らなくて 1.5% の3000億円しかなかったんですが、まあ、さっきの太陽光でもし来年、1000万キロワットできると、まあ、その時点では多分キロワット30万には絶対落ちてるはずなので、でも30万円かける1000万キロワットで3兆円市場なんですね、さらに、まあ、でもそれに加えて風力とかその他の自然エネルギーがあるので、まあ、日本もその世界の自然市場の中でそれなりに大きな市場という、とりわけ太陽光は大きな市場になるというふうに今見られていて、世界各国から今続々と、太陽光メーカーおよびその自然エネルギー投資ファンドが続々日本に今上陸しているとで、で、企業単位で見ても日本はトヨタ、ホンダ、代表されるいわゆる製造業と、まあ、かつての東京、もう今東京電力こんなないんですが、東京かつての東京電力に筆頭される、エネルギー産業の時価総額ランキングに世界の自然エネルギー企業をランクインさせると、まあ、今だいぶもう順番は変わってはいますが、それでも、数兆円とか数千億円規模の企業が続々と誕生して、でこれはデンマークの風力発電のベスタスを除けばみんなこの10年未満にできた新しいグリーンテックベンチャーが上昇気流に乗って、著しく成長してきたわけですが、ただここの世界市場で自然エネルギービジネスで頑張っている企業の中に、少なくとも時価総額数千億円、1000億円以上の日本企業が一社もないというですね、この分野、そのだからミクロ経済で見ても完全に出遅れているというところがあるので、まあ、この日本の中に市場ができるこのチャンスで、ぜひこの分野にやはり乗り出していく必要があるんじゃないかと。で、小規模分散型テクノロジーの、売買ゲームで増えるもう一つの理由であり、二つ目の特徴は、とにかく作れば作るほど性能が上がって安くなるとですね。で、特に太陽光発電の最近コストの低下非常に早くてですね、一時期リーマンショックの直前までですね、資源高とたまたまあと設備、生産設備が世界的に制約があったので高止まりしたんですが、そこからまた急速に下がって、この IPCC の報告データによると、去年の、まあ、最も安い価格、アメリカでの安い価格が1ワット 1.4 ドルですから、1ワット100円ですから1キロワット10万円という単位です。まあ、これはセルなので、これをパネルに組み込むと、
多分15万円ぐらいになって、で、屋根に組み込んだ完成品でだいたい倍ぐらいになりますから、やっぱりキロワット30万円ぐらいになるという感じだと思いますが、それでもかなり安いですね。で、でこの前スウェーデンで見てきた製品とかは今ターゲット価格が1ワット 0.6 ドルとか言ってましたから、1ワット50円を切るようなですね、そういう今セルがあちこち皆さんターゲットで作ろうとしているので、あの価格は急速に下がっていくという感じですね。で風力発電はまあちょっと今最近下がり止まりですが、まあ大きなトレンドとしてはまああのやっぱり下がっていく形で、価格としても競争力を持って、で日本はこれから固定価格買取制度の価格が決まっていくんですが、ドイツはもう2000年からずっとあの毎年 5%、 例えば太陽光でいうと毎年 5% 下がるというものでしたが、2009年に価格改定をして、そこからは、まあ、ちょっと細かいのは 9% とかいろいろありますが、だいたい毎年 10% 下がるというふうに見直して、今あの1ユーロもうちょっと今安いんですが、1ユーロ120円で見て、今年の7月からの価格が、29円ですね、1キロワット時あたり、家庭用の太陽光、メガソーラーは22円と、まあ、1ユーロ100円で見たらもう10円台に落ちるという感じまで下がっている。で、まあ、ドイツはこの先、まあ、この先も当面は 10% 下がっていくので、早ければ5年、遅くとも10年で上乗せコストなしでですね、太陽光が普及し始めるようになるんじゃないかというふうに、まあ、いうぐらいにコストが下がってますから、まあ、日本もその世界に早く持っていけば、とにかく、10年先、5年先、10年先を考えれば、少なくとも化石燃料と原子力、これから上がりっぱなしのこういった燃料ではなくて、やはり自然エネルギーに大きくシフトしていく必要があると。というのが、まあ、マクロトレンドで、まあ、それをやはり地域からやっていくということで、我々 ICEP ではですね、あの2020年日本全体の、自然エネルギーのシェアを今の 10% から菅さんが言う20ではなくて、やはり 30% ぐらい、ドイツと同じ増やし方をするんだったら 30% ぐらいに持っていくべきじゃないかというのをずっと提案しているんですが、日本全体で 30% に行くのであれば、東北地方は 100% ぐらい達成しないと無理だということで、自然エネルギーを、まあ、より優遇させてですね、そして、あとは省エネ高効率の暖房、そして送配電分離をして東日本一体体制といったものを実現すべきだというのをこの5月に提言をしています。で、まあ、いろいろ細かい図でポテンシャルは十分にあるんだというのをやってますが、あんまり細かいこと言ってないですが、やっぱり風力がですね、圧倒的に可能性があって、あと太陽光もそういうポテンシャルがあるとですね、小水力、太陽光もうちょっとありそうですけどね。で、例えば南相馬のあたりで見ていくと、風力発電がやはりあの十分に可能性がありそうでですね、それとこの赤い地域ですね、自然公園、国定公園でない部分でも相当場所があって、それから小水力、まあ、小水力はちょっとどうしても限定的になりますが、太陽光ですね、特に津波であの塩水に使った農地が南相馬だけでも1800ヘクタールあって、そこに太陽光、メガソーラーを、農地が回復するまでの間あの、そこにメガソーラーを例えば置かせてもらうような形を作ると、それだけでだいたい100万キロワットぐらい南相馬だけでできるとですね。で、それを、まあ、今あの、まあ、南相馬に限りませんが、東北にはあのいろんなそのディベロッパーがですね、メガソーラーや風車を作らせてくれっていう、まあ、いっぱい来てるんですが、あの、まあ、これからやるのであれば、まあ、もともと我々東北とその、まあ、都市がその、負担をしてですね、地域の自然エネルギーを普及させると、まあ、そういうモデルの、これはちょっとまあ古いあの東京都の
仕組みを利用したモデルの例なんですが、まあ、これに限らず、まあ、都市が応援して地域の便益になる形での、まあ、自然エネルギー普及の形というのをこれから考えていく必要があるのかなというふうに思います。で、まあ、実際に自然エネルギーは地域にとって非常に大きな収益源になりますので、まあ、秋田の例で見ると地域で光熱費1世帯25万円、40万世帯で1世帯当たり25万円使って合計1000億円使ってますが、秋田小町、おととしが800億円で去年は1000億円、あるので、せっかくの、この農業の収入をですね、光熱費で秋田県の外に流しちゃうというようなことがあるので、で風車を1000本作るだけで、それ相当の収入が上がるという、それをこれからまあ被災地とかにやっていく必要があるんじゃないかとですね。ただ現実にやっていくのは非常に難しくてですね、地域からしっかりボトムアップを作っていかなきゃいけないというふうに思います。で、まあ、この後ろに写真あるのはですね、有名なつくばの回らない風車というやつで、つくば市が、某早稲田大学の先生のコンサルティングで作ったら全く回らないし、回らないどころか止まっているときは電気を消費するとんでもない風車でですね、で環境省の補助金3分の2で補助金で作ったんですが、残り3分の1をつくば市がお金を出して、で市民からそのお金を市は拠出せずに返せという訴えを起こされて、で環境省も補助金を返せということになって泥沼の訴訟になったというのが、でそれから今年の2月に総務省のバイオマス日本、合計これまで2002年から行われた214の事業 90% は効果がなかったという、で残り 10% は意味がなかったという評価ですね、6000億円の補助金が無駄になったという。で、あと今まだやってますが、総務省の緑文献という、単年度事業で1地域あたり 4,5 千万ばらまいた事業が、まあ、今年もばらまいてますが、まあ、そのうち、まあ、ほとんどの事業というのは非常にその思いつきのような事業が多くてですね、まあ、四国に見に行った、まあ、私が見に行ったその小水力の実験というのは小水力の実験設備を1年だけつけるんだけども、そのつけてる間は水が流れなくて、撤去した後で農繁期になって水が流れるというですね、ほとんど考えてないような事業が多くてですね、でとにかく行政が補助金を、まあ、国の行政は補助金を作ることが仕事だと、あるいは政策だと思っていて、で地方の行政は補助金を取ってくることが、まあ、仕事だというか政策だと、で自分はもう2年で人事異動していなくなっちゃってですね、新しく来た人はまあコンサルに丸投げするというような、で外から来たまあコンサルは売り上げだけ狙って物だけ作って、いわばまあ植民地型開発と。で今その東北なんかにまあいろいろそのいろんな大企業とかですね、メガソーラーとか風車を作らせてくれっていうのは、まあ、若干形を変えたこういういろんな知事がですね、メガソーラーをうちに誘致したいとか、みたいな形で、でも結局そのメガソーラーとかは、東京の会社が資本金を持っていて、お金はメガバンクが出して、で結局そのリターンも、金利もみんな地域から逃げていくというような構図で作られてしまうとですね、まあ、できないよりはいいんですけど、非常に地域にとっては全く持続性がなくて、まあ、たまたま外から来た企業がたまたま風車を作ってくれた、たまたまメガソーラーを作ってくれたというもので、なりかえないと。でやはり地域の中に行政サイドもそして民間サイドもですね、柱となる人材っていうかですね、その人を作ることが非常に重要で、その人がいないのでネットワークとか共感とか信頼とか経験知識といったものが、まあ、際の瓦みたいにですね、一つのプロジェクトやったらまた運算無償してしまうっていう、まあ、地域の中にこの柱を作る必要があって、まあ、ヨーロッパで持続的な、まあ、私がいつも本とかで紹介するベクションにしてもですね、
あるいはデンマークで広がっているこういう環境に事務所とかでも、やっぱり一人の人が10年、20年、やっぱりそこに根を張って、その地域の顔として、あるいは信頼を勝ち得ながら継続的に、自分たち自身も経験ノウハウを積み重ねていくと、そういう形の地域の、軸っていうのがこれからも、これから日本では必要になるんじゃないかというふうに思います。我々もささやかながら、北海道グリーンファンドの鈴木さんと、まずその市民出資の仕組み作りをして、で、竹村さんが実際長野にも入り込んで、長野県飯田市とかで、立ち上げた、こういった仕組みは途中いろいろ紆余曲折あってですね、いろんな波乱万丈もありましたが、しっかり根付きながら、育ってきているということがあるので、今回、つながりぬくもりプロジェクトという形で、非常にささやかな地域の軸が始まった部分というのはですね、これからその地域側の柱として育っていくという意味では、その外から協力する皆さん、企業とその地域の側のつながりという意味では非常に、良いご縁になるんじゃないかというふうに思います。これはちょっと難しい話だからやめとこう。もう最後にしておきましょう。で、そういう形でとにかくその地域の中でこれから自然エネを増やしていくときには、やはり植民地型開発ではなくて、地域のオーナーシップで地域の側の柱を尊重しながら、協働して開発していくような形というのが必要で、やはりデンマークの風力発電、日本の九州ほどの面積に日本の3倍の風車があって、1人当たりの風車密度とか単位面積当たりの風車密度は日本の、数十倍あるところで、日本とは違って、その、風力反対運動で風力事業が頓挫するということは、ほとんどないですね。反対運動はもちろんないわけではないんですが、やはりそのちゃんと地域の中で予防的な土地利用計画をするということを大前提に、地域の人たちのオーナーシップで事業が進んで、その地域の人たちに便益が戻っていくという形を、外部のその、支援者がどうその支えていくのかというようなことが必要じゃないかと思います。そういう意味で、地域の核ですね、地域の核を、育てていく、ちょうどその真珠が育つのに最初に砂粒か貝殻の、かけらがですね、核となって、真珠が育っていくような形で、それを育てていくということが、この地域を、エネルギーに限らないと思うんですが、育てていく非常に大事な面になると思いますので、先ほどプレゼン、あるいはこの後もご紹介のあるつながりぬくもりプロジェクトっていうのは、まさに地域の人たちに、始まったささやかな核だと思うんですね。それを、皆さんと一緒に育てていくということで、東北のその非常に大きな自然の可能性を形にしていく、非常に大きな、良いきっかけになるというふうに思います。はい、どうもご清聴ありがとうございました。ここね。ちょっとこれから20分ぐらいの間ですけども、質疑応答ということで、皆さんの方から、今の、飯田さんの話に対してですね、いろいろなご質問、それからまたこの東北地方も含めてですね、どういうふうな、これからの展開があるのかという、そういう質問もあろうかと思いますから、まだ飯田さんが多分話をされてない東北地方の話もあると思いますので、ぜひ皆さんの方からご質問をお受けしたいと思います。じゃあ、挙手でその手を挙げて、それで、話を当てましたら、当てられた方から話をしていただくということでよろしいですかね。はい、では、ご質問ない ありませんか。はい、じゃあ、お願いします。非常に夢がある、夢が現実に近づいているお話なんでもそうなんですけど、伊田先生おっしゃるようにですね、自然エネルギーの急激にこう膨らんで、値段が下がってるんですけど、直近、現状がですね、例えば、
金融難では非常に値段が厳しくなって中国の大手としてはですね、これが当たってる。これがどういうところからこういうことになったのか、まあ、私自身は短期的にとどまるだろうとは思ってますけれども、少し先、来年、再来年ではさらにですね、さらにデルタ株に風量も生まれるわけでございますので、あと東北に関係なくていうことで、いや、それ非常に難しいですよね。太陽光でいうと、多分太陽光のマーケットは去年、あ、来年というかもう、むしむというよりも今年、今度の年明け以降に価格がほぼ相場感が見えた瞬間に一斉に発注とその着工が進んでいって、それがやはりその控えめに見て500万多ければ1000万という範囲のマーケットにまず一気に広がると。で、であと供給、パネルそのものの供給は非常に大きいんですが、それ以外の部分が多分追いついていかない部分があって、それがこう パネル以外のものの高値誘導になるのか、どうなのか、ちょっと非常に見通しが立ちにくいという感じがしますけど、まあ、ただ風力もそうなんですが、総じてただ日本は、特に風力に顕著なんですが高いんですよね、ヨーロッパとかアメリカの価格にすると。でそれはおそらく土建、国内の特に土建的な部分が、土建周りが非常に高いのと、それからまあ余計な規制がいろいろあって、建築基準法とかなんたらかんたらとか、まあ、そのあたりが、そのパネルとか本体、風力の本体以外のコストが、まあ、もう少しヨーロッパアメリカ並みに下がっていく、その競争と習熟の部分の下がり方とですね、で、まあ、当初の一気にバブル的にマーケットが広がることによるその、建築人も資材も足りないみたいな部分のこう高騰の部分とかすごく混乱するんじゃないかなと思うんですね、最初の年っていうのは。でそれからまあ1、2年というか2、3年して、まあ市況とマーケットのサイズが落ち着いてくるという、その過渡期を価格としても企業としてもどう生き残っていくのかっていうのは非常に大変じゃないかなっていうふうに、まあ一言ながらっていうか一言のようにちょっと見てみて、まあ大変な戦国時代になるというふうに思います。そういうこういう波打ちながらでもしっかり成長していくとは思うんですけど、まあアメリカのサリンドラみたいにこう倒産するところも当然出てくるでしょうし、逆にそれを飲み込んで大きくなるところも出てくるので、まあ、全体としては大きく成長していく分野であることは間違いないですが、はい、あと日本のその、だって平均してヨーロッパとかアメリカだとパネルとか風力本体のせいぜい2倍の範囲内でプロジェクトが仕上がるんですけど、日本はだいたい3倍なんですよね。それを2倍に抑えないといけないと、部分のその低コストかというのが、そういういろんな要素が混じり合いながら、まあ卓抜なビジネスモデルを作ったところが数年後にトンネルを抜けてジャイアント的な大きなプレイヤーになっていくのかなというふうに思います。はい、追加で、はい、あどうぞ。逆にその際にですね、はい、日本に2つの見えないところがあって、1つが再生可能エネルギーの その具体的なですね金額定義とか、そうですね、いわゆるこう詳細な制度設定が全くないとか、はい、もう一つは、まあ、言う通りですね、いろいろな規制がずっとあって、その規制に対する緩和策というのは、一つも議論してない、はいはい、ですね。その辺は、規制緩和という面でですね、建築基準法、あるいは地域の開発になるという、その辺は、その規制緩和の方向というのは動いてるんですか。
まあ、規制緩和一応その枠組みとしてはあの例のグリーンイノベーションっていうか あそこにとりあえず今玉出しが終わってこれから暮れから年明けにかけて議論するということに政府レベルではなくていますね。だ枠組みはあるんですけど、ただ私もそのあれの第1次のメンバーに入って第2次から知らぬうち外されちゃってたんですけども、 なんかですねあんまり丁寧な仕事じゃないんですよね、あそこ。いろんな省庁、とりわけ経産省からの出向者があちこちからネタをかき集めて、で、まあ、その、まあ、省庁間の協議でその変えていくようなレベルなんですけど、その本当の、なんていうか、現実のフィールドスタディをして、本当の問題のところを解くというよりは、なんか省庁間の協議のところにエネルギー費やしていてですね、本当にその事業の人が、なんていうか、救われるような規制の透明化みたいなものは、あんまりないですね。例えば地熱で言うと、経産省はやっぱ環境省を潰したいから、環境を潰したいとか環境省に敵対したいから、環境省のテリトリーの自然公園の話とか、あるいはその、自然公園を規制緩和しろとか、あるいは温泉法の規制緩和しろっていう、そういうふうに攻めてくるわけですね。で、ところが単純にそれでは物事進まないわけですね。まあ、まさにこう WF 自然保護の団体ですけど、もう一つの問題はそのいわゆる規制緩和っていう市場原理主義の人が中心なんですよ。だからその規制緩和すれば物事が進むと思ってる人が多くて、だけどじゃあ自然保護の規制緩和全部手っ払ったら進むのかというと、反対が余計激しくなるだけでですね、合意形成ちゃんとしなきゃいけないとかですね、あ、温泉もそうなんですね。そういうことに関しては全然その現実のフィールドスタディせずに、いわゆる省庁間のいわゆる とりわけ他省庁の規制を緩和するという目線でやっているので、なかなかその枠組みはあるけど現実生きる規制改革にはなかなかならないというのが、まあ、私実際委員として入った時に、他の委員の発言とか事務方がやるなんていうか非常に乱暴な規制緩和の議論を聞きながら思った次第というのですね。はい、はい、はい、サントリーホールディングスの平林です。はい、貴重なお話ありがとうございました。私どもの会社の中でですね、まあ、生産活動とか大量のエネルギーを使用しているわけなんですけども、まあ、これを今後その省エネを進めるということとともに、まあ、再生可能エネルギーの率を高めていきたいと思っているんですが、そこには必ず、まあ、投資が必要になっています。でそれをその、まあ、事業会社にですね、その投資してくれということを説明するのにですね、そのどういう説明をしたらいいのかっていうことなんですが、その例えば、まあ、クストメリーその売電による利益が、まあ、何でかでもその電力会社の依存リスクから、まあ、その経営方法もあると思うんですけども、あと、まあ、レピュテーションといいますか、ブランド価値、まあ、まあ、そんなようなことは考えているんですが、それ以外になんかこういうことがメリットとしてあるんですよということであるとか、例えばその再生可能エネルギーの率とかって、まあ、どのくらいを目指すのがいいんでしょうかというような考え方、この辺をちょっともしアドバイスいただけたらと思います。はい、まあ、基本的にはでも今言われたような、まあ、ブランドというか、あと、まあ、もうブランドというよりもいわゆる社会的責任のところが中心に来るんじゃないかと思うんですが、あ、ソーシャルインベストの川口さんがいるから川口さんにアドバイスもらってもいいかな。いや、サントリーさんだったらまさに水を守るということがやっぱり社会的貢献と社会的責任なので、やはりその原子力であるとか、化石燃料温暖化によるその様々な水への影響を我々は率先して防止するんですというのが最大 の顧客に対するメッセージであるとともに、それを社会的責任なんじゃないかと、ね、
そこがいわゆる単なる費用対投資対費用対効果とか儲かるからやるというのではなくて、そこを超えてやらなきゃいけないロジックなんじゃないかというふうに思います。はい、あとそのなんですか、エネルギーの自給率とか、ええ、再生可能エネルギー率といいますか、ええ、そういったものを、まあ、どのくらいのスパンでどのくらいに持っていくのがいいのかっていうのを持ってるのはなかなか一概ない。まあそうですね、まあ、企業単体あれウォルマートが2020年までに 100% とかじゃなかったでしたっけ。だから企業単体であれば、まあ、できるかどうかはともかくそのくらいの数字を掲げてもいいんじゃないかというふうに思いますけども、でそれで社会全体を牽引しながらあの再生可能エネルギーに大きく寄与する。最後に、はい、再生可能エネルギーに関してその、まあ、それをうまく活用して、まあ、ブランド価値を向上させたというような事例とかっていうのがございましたらそうですね、そういうなんかマーケティングの世界は最近あんまり見てないからですけど、古い話だとその自然エネルギー 100% ワインとかですね、 100% のエネルギーでできたワインとかあのビールとかカリフォルニアでこう売ってたりしましたから、そういうあとなんかサンモリッツのスキー場、自然エネルギー 100% スキー場とかですね、みたいな、まあ、そういうような、まあ、極めてすごく当たり前ですけれども、そういうのがありますね。はい、ありがとうございます。はい。はい。今の事例だと、日本国内だと、あの今治タオルと風で折るタオル。ああ、そうですね。あと、あの星野リゾートの自然エネルギーで、はいはいはい、そうですね。はい。で、ちょっとデータの話を聞きそう、そびれていて、ずれていたら申し訳ないんですけど、この地域からのエネルギーっていうね、その、あの、自分たちでエネルギーのバランスを聞かせていこうというところで、私が最近思いついた案があって、500兆産物件プロジェクトで、あの、再生可能エネルギーを一次産業化しろと、うん、一次産業と同じだと、水でお米を作って、はい、そういう感覚をですね、もう少しにしていて、10年から予算がつきそう。あ、そう。あのね、再生可能エネルギーグループっていうのがもう少しにできていて、今まであの、大麻が大麻、それであの、小水力が小水力を分けていくのが、再生可能エネルギーグループ社っていうのが前であってきて、でね、そこで27億の予算取りを今言っていて、18億円が多分そのモデル事業とかそういうことに使っていく。で、それで、私とそのコンセッションの篠井さんという担当の責任者と、コンセッションの竹本さんという研究所の所長、ああ竹本さんね、それからあの大和田淳子さんと、それからあの農商工連盟の大塚さんと、曽根原エクスか農業系の人たちと、そういうなんかムーブメントを作ろうと立ち上げまして、で一つはそのなんてコンセプトなんで農家ができつくのというところから、あの実はあの石油のエネルギーが出てくる前までは炭とか油が基本的にエネルギー、都市が使うエネルギー、まあ、農村が提供してくるということと、農家っていうのは米箱を作ってるだけじゃなくてものすごい価格経営をしていてというのはあの そういうようなことから別にやってもおかしくない、自発的にやりましょうというムーブメントを作るというのと、あとはそういうことをやってる地域の地でこういっぱい集めてくるというのと、農業経営上ピーするかどうか、まあ、そのシミュレーションとかそういうデータとか、まあ、それはあの当社でシミュレーションできるので、はい、そんな形で考えていまして、だからこういう話ともリンクするっていうのは、あのこういう地域のことをやる際にも、もう、電気私が作っていいのみたいな、なんか誰かさんに作ってもらう、どっかの誰かが来て勝手に作るってことなので、そうではなくて、自分たちが作ってもいいんだっていう、意識改革と同時にこう進めていくと、あの地域のみんなでやる。そうですね、それもちょっと、はい、まさにこの津波で塩をかぶった農地なんかはしばらく生産できないので、農地のままそこで太陽光でもあるいは風車でも作れば、しかもそれを農家の人の所得に基本所得にしていけばですね、両方例えば、15年とか20年の間
農地として回復する間は、売電事業できると。今岩城のサポートを活用しようとしてるんですけど、あそこ の温泉なんかも全然お客さん来ないんで、今原発で動いてるんですけども、だから逆に客が来ない温泉地だったら、それはその、ね、地熱の発電の石鹸プラントの中心だって持ってたら客来ないで、パーティングしないから、そういう発想で、実証実験、そうですね、そこは常磐ハワイアンセンターはちょっと温度低いんですよね、60度ぐらい。ただ常磐熱海温泉だから岩木芋、はい、90度ぐらいあれば発電できるんですよね。まあ、ドイツは普通ですからね、反応反電で、で売電した方がはるかに米作るよりは収入になるので。農家の経営って観点からもう収入が出てくるみたいな。そうですね。絶対その方がいいですね。目に何度かしか使わないなんか購買とか辛くて買うみたいな。はい、どうもありがとうございます。あとそうですね、5分になりましたけど、じゃあ最後お一人ぐらい、まだ質問がありましたら、時間をちょっと取りますけど、内容でしたら少し早めにここで終わりますが、よろしいでしょうか。じゃあ、ありがとうございました。単純なこと最後です、はい、この促進するウェイトはその価格低下の方が中心です。それともバイデンのそのシェアの利益が上がるという売電買取価格の面の、まあ、これから変わるかもしれませんが、どっちに注目して、まあ、両方でしょうけど、促進と普及の促進ですか。普及ですね、はい、それは圧倒的に価格あれですね、買取価格ですね。買取価格、はい、で買取価格さえ決まれば、そこをターゲットにみんな最低コストで作ろうとするので、利益を上げようと思うんですね。そのドライバーが結局コストを押し下げていくんです。よろしいでしょうか。じゃあ、少し、早めになりますけれども、はい、ここで、第1部といいますか、飯田さんのその話と質疑を終わりたいと思います。じゃあここでちょっとですね、10分間休憩となってるんですけど、10分間も休憩時間を取らなくてもいいような気もするので、5分間休憩でもよろしいですか。で5分後、20分から、次のお話を始めていくという形にしたいと思いますけれども、よろしいですか。今何分？今19分進んでます、はい、そうですよね。だから20分で多分大丈夫ですよね。じゃあ20分から始めるということで、しばし休憩を取らせていただきます。どうもありがとうございました。どうも。